こんにちは。今日から始める安心着物、着物楽庵の児玉です。先日、私のお客さんで、男性の方なんですが、自分であつらえた今日から始める安心着物、着物楽庵の児玉です。今日は、履物のお手入れ、保管の方法、そういったことについてお話したいと思います。先日私のお客様で、男性の方なんですが、社長、先日ね、作った草履ちょっとそこを見てみたら、なんかそこがなくなっちゃってるみたいなんだよね。で、そこの部分の革のところまでちょっと削れてるみたいで、っていうお話をいただいたんで、もうすぐ持ってきなよと、ね、見てあげるからって言って、持ってきてもらった、草履というのが、まあこういうね、本革の、まあ底の革もすごい厚い、履きやすい、疲れにくいという草履をあつらえて作られたんですが、まあこんなような状態ですね。見えますかね。かかとがこう片べりして、少しもう底の革のところまでですね、ちょっとへずれちゃってる、ね。草履、まあセッター草履、女性のものも同じですね。履いて、まあ一日履いて帰ってこられたら、まず一つやっていただきたいのが、まあさらし、まあこういう布巾とかね、そういうものでも構わないです。まず簡単に全体にこう空拭きしていただいて、まあもし泥のところを歩いたりして、ちょっとこう泥がついているような時は、台所用の洗剤ですね、まあこういったものを、まあ、10倍ぐらいに、水で薄めていただいて、濡らしてですね、固く絞って、まあ皮とか、そういったものはですね、水気を本来は嫌いますから、ただ泥を取らなきゃいけないので、固く絞っていただいて、よく拭いてあげてください。で、当然逆に言うと、そういう風にしていただくと、こういった感じで、底の部分も、見ます。そうするとかかとが減る。で、まあこの方はですね、ちょっと癖というかですね、まあそういうことがあって、均等に減るというよりは、片側が減ってしまう。で、割とまだ日が浅いんですけど、こうやってかかとが減るということは、まあかかとをする、ちょっと癖というかですね、まあこれはもう本当にね、それぞれ、癖があるから仕方がないんですけれども、そういうことだと思うんですね。で、ちなみにもう一足、まあこちら女性のものですけれども、こちらも同じように、こんな状態でもうかかとがなくなっちゃってます。で、こういうふうにかかとがなくなってしまうと何が起きるかというとですね、こちらちょっと皮がもうちょっと、そこがこう台の方がですね、なんていうんですかね、くぼみができてしまってるんですね、こちらにね。で、これはどういうことかというと、かかとが、本当はこうクッションになっていただいてるんですが、このかかとがなくなってしまうことによって、ダイレクトに台に力というか体重がですね、かかってしまうために、こう歪みが起きてしまう。で、この歪みが起きちゃうと、これはもう直すことができないですね。なので、かかとは、本当に半分ぐらいも減ったら、取り替えるって、いうような感じにしていただくと、まあ革の草履とかですね、そういったものだと、本当に一生持ちます。まあ一生どころか、私どもで年に2回ぐらい、職人さんが来てあつらえ会っていうのをやるんですが、その時その職人さんが持ってきてくれる草履っていうのが、明治時代の草履って言いますね、本革で、オール本革で、ただ、きちっとその保管と手入れをしているために、まあ、今でも全然現役でしっかりした、草履です。ですので、草履って、手入れさえしていただければきちっと本当に長く持ちます。で、嫌うのが、まあ、水分ですね、湿気、ですので、まあ、まず、保管の方法としてはですね、
まあよく増量買った時にこういう箱がついてると思うんですけども、こちらの箱の中に、ビニールとか、最初買った時ビニールがかかってたりすると思うんですけど、それは私どものも同じですね。傷がつかないようにしているだけですので、まあ、買ってきたらもうすぐそういったビニールは捨ててください。それとですね、履物、まあ当然履いてそのままってしてしまうと、足の形にこうしてこう広がったままのまま保管する方になりますね。でこういう風にしてしまうと実は、どんどんこうゆるゆるになってしまって、で足がどんどん前に入ってくる。でそうするとここの前つぼというところに力というか体重がかかるために、この前つぼがどんどん、これもそうなんですけどかなり伸びてしまってますけど、伸びていっちゃうということです。まあこれはですね、ここの底を外して、短くするってことはできるんですが、普段の手入れでも、普段の保管方法でそれを防ぐことが可能です。っていうのが、よくまあ、お中元とかお歳暮の時に、こうやってねお菓子とかが箱に入ってくると思うんですけど、その時にもしできたらこういうツルツルした紙ですね、厚紙でもちょっとコーティングしてあるようなこうツルツルした紙があったら、これはもうね大事に取っといてください。でこれをですね、まあこんな感じでちょっとテーブルの脇とかでしてあげると、こうやって丸みを持ちますから、履いて帰ってきました、全体拭きます。でそしたらば両人差し指を鼻緒にかけて少し後ろにグッと引っ張ってあげてほしいんです。で、ゾリっていうのは、まあ買われた時ね、そんなようなこう鼻緒のフォルムになってるはずなんですね。少し前がこう低くて後ろがこう高くなってる。でこの状態にしてですね、この今丸めたものをこうくるくると、で大事なポイントがこの最後の巻き終わり、これは絶対この台に対して上側反対側にしてほしいんですね。こういう風にして差し込んでしまうと台に当たりがついちゃいます。ですのでこうしてくるくるっと巻いたものを、こんな感じですね、こんな感じで、鼻緒を、していただいて、で箱に保管しておく。で何しろ鼻緒を潰してしまわない、これすごく大事なことなんですね。そうすると、まあ当然、形も綺麗なまま、そしてもっと言うと履き心地がフィット感がねすごくいいままずっと使えます。たったこれだけのことなんですけど、これをしていただくだけで草履の持ちが、持ちというかですね、草履の履き心地、履き良さがずっと長持ちします。で、たまにいらっしゃるんですが、お草履修理してくださいなんていう時にこちらをビニール袋にそのまんま入れてこられたり、中にはこの間聞いたお話でそれはちょっと驚いちゃったんですが、草履がたくさんあってしまうのにっていうので、実はこう合わせて鼻を潰してしまって保管してるっていうお客さんがいらっしゃって、それはもう絶対やってはいけないことだよというお話をしましたね。鼻緒が実は命なんですね。ね、この3点だけで体重、全体重をホールドしてますから、これの形が自分の足にフィットしてるかどうかっていうことがとっても大事になります。で、まあ昔話ですけど、私呉服屋の息子なんですが、よく玄関先に母親の下駄、草履があって、まあ、ピンポーンなんてお客さん来られた時にちょっとその母親の草履を突っかける、もうそうするとものすごく激高されました。まあ履物って正直親でも貸すな、死んでも貸すなってよくうちの親には言われてましたが、やっぱり自分の足の形に履きよいように、なっているので、むやみにねその鼻緒の形を崩してしまうというのは良くないんですね。で、まあもう一つ、まあ今私どもでもこういったものを扱ってますが、最近はこういうちょっと便利なものも出ていて、まあ草履の箱でもいいんですけど、こういう収納のボックスですね、これ組み立て式になってまして、こんな風に広げていただいて、これ竹炭が入ったシートですね。まあ湿気をだから取るということで、このシートを底面とから、こう上の面に、よいしょ、
こんな感じで、まあ、組み立てることができますね。でこちらに、先ほどのまあ丸めたものではなくて、鼻をやっぱり潰さないようにホールドするための草履のこう枕みたいなね、これ中にあの竹炭が入ってやっぱり湿気を取るようになってますので、これをまあ鼻緒のこちらに差し込んでいただいて、そしてこの中に収納しておくと。そうするとここにまあ名前を書くところもあるんですけど、これで積み重ねていくことができますし、まあパッと見れば中にどの草履が入ってるのかなっていうのはすぐ見ることができます。まあこういった今便利なものも出てきてますので、草履をですねちょっと大事に保管していただきたいなっていうふうに思います。履物ね、やっぱり履きやすいと、一日着物着ててもすごく楽ですしね、せっかく、あつらえたりしたいい大草履、まあ着物ってねよく言いますけど、とりあえずというものを買っていただくんではなくて、それを履き潰していく、まあ履き捨てていくんではなくて、履きやすいもの、ね、しっかりした革のもの、中のコルクがしっかりしたもの、そういったものをお作りいただいて、まあお求めいただいて、それを大事に、大事にということはね、使わないということじゃないですね。毎日、まあしょっちゅう使うけれども、手入れをきちっとしていただいて、履きやすい状態を、保っていただくっていうことが大事だと思います。まあこれだけで、草履って本当に、履き物っていうのは、持ちが違ってきますので、どうかちょっと試していただけるといいと思います。また何かわからないことがあったら、気分の楽案まで、ご相談いただければと思います。今日はありがとうございました。